地域の人たちと助け合って早めの避難を心がけてください。市民一人一人の日頃の備えが大切ということですね。そうですね。台風や大雨などは地震と違ってある程度予想することができます。台風や大雨が近づいているというニュースや気象情報を見たり聞いたりした場合は早め早めの防災行動をとってほしいと思います。また市では6月10日に登米市消防防災センターにおいて登米市総合防災訓練を企画しており、災害発生時の対応訓練や消火器での消火、地震の体験コーナーなどを開設します。皆様の参加をお待ちしています。千葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。登米市からのお知らせ。この時間は、あふれる笑顔、豊かな自然、住みたい街、登米市がお送りしました。 JOZZ2AZ HAT FM。いつも車で流れていた。お母さんがニコニコして聞いていた。私もいつの間にか聞き入っていた。今度はメッセージを送ってみよう。登米のみんなが笑顔になれるハット FM へ。今月の携帯代1万円超えちゃった。結構かかったね。新車に乗れるじゃん。え、いや無理でしょ。ビーンズのナンバーワンセットなら頭金ゼロ、月々1万円で新車に乗れるよ。マジで？車検、自動車税、自賠責全部込み込みだしね。ちょっと詳しく教えて。詳しくはビーンズ佐沼店へ。気づけばもうこんな時間、もうすぐ仕事も終わる。今日もお気に入りの車であの人の元へ。ビーンズ佐沼店は午後6時をお知らせします。16日水曜日、時刻は午後6時になりました。この時間は本日の登米市防災アテンの放送内容をお伝えします。